年齢を重ねるごとに漫画を読むのがしんどいです。これは老化ですか？最近は実用書ばかり読んでいます。37歳って37歳って俺より20歳も下なんだけれども年齢を重ねることに漫画を読むのが辛いですって。それはね、なんだろうね、そんな漫画読んでるからだよ。俺みたいに年齢が上がったら自分の主戦場をサンデージャンプからなんだろう、コミックモーニングとかコミックアフタヌーンに移したらそんなに辛くないと思うんだけども、あとね、年齢重ねるごとにね漫画読むのがしんどいっていうのはね、なんで実用書を読むっていうことだから読むことはできるんだよね。だからどちらかっていうと漫画より実用書の方を読むのがしんどい年齢っていうのがあるじゃん。まあ若い頃はそんなんだけど、僕も同じでさ、若い頃は SF 小説という小説ばっかり読んだんだよね。ところがいつぐらいかな、多分ガイナックスやめて、で家でうだうだしてたあたりからノンフィクションがやたら面白くなったんだよね。で朝日新聞社が出してる世界の歴史っていうねグラフ紙、これぐらいのサイズでもうペラペラの写真がいっぱい入ってる、なんか世界の歴史の分冊みたいなの見たことない、全100冊とかさ全200冊ぐらいのなんかね30ページ程度の薄いブックレットみたいなやつで、古本屋さん、古本屋さんに行ったらあるよね、いわゆるディアゴスティーニみたいなもんで毎週毎週1冊出てくるやつで、あれがさすっごく面白かったんだ。で今僕が喋っているなんだろうな、人様に対して何か教えるモードとかさ話すモードの時に世界史的なことを言ったり歴史的なことを言ってるのは全部僕はあっから仕入れた話だからね。朝日新聞のペラペラの1冊300円ぐらいの本の全100冊か200冊をこれは面白いわと思って読んで、で一番最初に買ったのが何だろうな、娯楽と贅沢だったかな、なんかそういうすげえタイトルがあって、うおーっと思って、その時大衆の時代とか市民の社会の成立とかさ、で宇宙開発の歴史とかがあって面白いのがあって、その間を読むようになってみたら、ローマ時代ってこんな面白いんだとか、あとああなんかルネッサンスってそういう風な意味だったんだ、かっこいいとか僕らはほらロマンチックって言葉使うんじゃん。ロマンチックっていうのは本来ローマ的なっていう意味で、ローマ的っていうのは何かっていうと中世がどんなにダメだったかという話なんだよね。中世っていうのは本当にダメで、ローマ時代の遺跡の石組みのさローマ水道とかがあるんだけども、あれを中世のヨーロッパ人は誰一人作れないんだよね。もう科学が滅亡して蛮族に戻っちゃってるから。で蛮族に戻ってるヨーロッパ人たちが、ああなんかかつての俺たちはすごかった、栄光があったのに、まあでも今キリスト様があるからいいんだって言ってキリスト教に姿った時代に、なんだろうな、昔のローマ時代に戻れっていうルネッサンス運動が起きて、でその後文学とかでロマンチックなって言ったら、まるでローマ人のように情緒豊かなっていう、なんかお前らそこまで過去にしがみついてんのこの大前提がないとさ、そのヨーロッパの人たちが持っているその新大陸アメリカに対するコンプレックスと軽蔑っていうのの両面が理解できないじゃん。で俺なんかそれ常識じゃないのっていうふうにコメントしてる人はいるんだけど、俺そういう常識的なことって35ぐらいまで知らなかったんだよ。35ぐらいまで知らずにアニメバーッとアニメ作ってて SF 読んでりゃいいやとか、楽しいものばっかり見てりゃいいやと思ったんだけども、30過ぎたぐらいから楽しいものばっかり見てると、なんだろうな、カロリーは大きいんだけど栄養価低い食物ってあるじゃん。ハンバーガーとかフライドポテト。あっこら辺がきつくなってきて、いやいや、カロリー、つまり面白さはそれほどなくてもいいから、栄養価、つまり教養のあるものの方が、ちょっと楽しいんじゃない、面白いんじゃないっていうふうに、こう、なんかね、バランスがガタッと変わって、そのあたりから、まあ、そういう300円の本を、まあ、それもね、古本屋だから50円ぐらいで売ってるんだよね。それをこう、買って読むようになったというのがありましてですね。年齢を重ねることに漫画を読むのがしんどいです、これは老化ですかというのに関しては、いやもう興味のジャンルが変わっちゃって実用書を読むようになったんだったら、次は実用書を読んだ方が読み込むのが楽しい漫画というのを見た方がいいよ。同じ漫画でもそれは作者が書いてることを僕たちは読んでないんだよ。その意味ではね、作者が書いたことを受け取る僕らによってその漫画の見え方ってまるまる違うからさ、今コメント欄に流れてきた源太郎の風雲児たちもそうだよね。ただ単に中学生高校生が漫画読みたいと思ったら、ギャグセンスは古いし、絵はなんか言っちゃなんだけど下手くそだしさ、まあ面白い漫画かと言われたら歴史が分かるように、面白い分かるように書いてるから面白いんだけども、ところが年齢重ねてきてキャラクターたちの葛藤が分かるようになったら、なんでその新選組が時代に侍という身分であることにあんなにこだわらなきゃいけなかったのかとか、
それをなんかベースにしたのは、どんなふうに土佐藩にしても長州藩にしても侍と侍以外の差別があったのかっていうのが、実用書などを読んで知識で入ってくると漫画から受ける印象もまるっきり変わってきて、あ、作者ってこんなに考えてたんだっていうのが分かってくるから、なんか実用書ばっかりが面白いんだったら、実用書一通り読んだ後でもう一回漫画いろいろ読み返してみたら意外な発見があっていいと思いますよ。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、よろしく。